政府は、国や自治体の行政サービスが税収などで賄えているかどうかを示す指標、プライマリーバランス・基礎的財政収支が2025年度に黒字に転換するとの試算を示しました。これまでの歳出改革努力を継続し、経済・財政申請計画に基づく主要分野における制度改革の取り組みを確実に進める。 経済財政諮問会議で示された試算では2025年度のプライマリーバランスは今年1月時点は1.1兆円の赤字を見込んでいたものの税収が増加したことや歳出の効率化が進んだことから8000億円程度の黒字になるとしています。す実現すれば小泉政権下で目標に掲げてて初めてとなります。 ただ、資産には2024年度の補正予算は含まれておらず歳出が上振れれば赤字となる可能性もあります。